こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ウォン安ドル高が止まらなく、経済崩壊寸前の韓国ですが、韓国内の企業や国民がウォンを売却し、さらにウォン安を進めているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。先月の韓国の外貨預金が97億ドル以上増え、史上最大を更新した。企業が輸出入の決済代金のための預け入れを増やした上に、不確実性に備えて一部余剰金もドルで預けた影響と分析される。その結果、ドル預金も935億ドルを突破し、歴代最大を記録した。韓国銀行が発表した2022年11月中の居住者の外貨預金動向を見ると、先月末基準で国内居住者が外国為替銀行に預けた外貨預金は1073億9000万ドルと集計された。これは歴代最大だ。1ヶ月の間に97億4000万ドル増え、増加幅も歴代最大だ。居住者の外貨預金は、韓国人、国内企業、国内に6ヶ月以上居住する外国人、国内に進出した外国企業が保有する国内に預けた外貨預金の合計だ。先月はドル預金とユーロ預金が増え、居住者の外貨預金も大幅に増加したものと分析される。ドル預金は前月比87億2000万ドル増の935億2000万ドルとなった。これも歴代最大だ。ユーロ預金は一部の証券会社の海外デリバティブ取引関連の証拠金の回収と企業の現物為替の買い入れなどの影響で、1ヶ月間で4億万ドル増えた。先月のユーロ預金残高は45億1000万ドルだった。それではネットの反応です。赤のムンジェインのせいだ。借金が1000兆を超えた。売国止め。赤のムンジェインが大統領を辞めた途端に外貨保有高が急増、かっこ笑い。今の韓国経済は不安定なので、企業がドルを買い入れたのです。外貨流出で国がめちゃくちゃになると言われているのに、ムンジェインの支持者たちは静かだね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。